ロクビリエールは、フランス、プロヴァンスアルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、アルプマリティーム圏のコミューン。ロクビリエールは、ベシュビー川の心臓部に位置するコミューンである。北は、標高1813メートルのケーラ・ボン。西は隆起したシルール山の先端、そしてシルール山の峰と接する。コミューンは、4月から10月までオープンしている、温泉地、ベルレバーンを抱えている。 ロクビリエールは何年にもわたって、ロクビリエール水力発電所によって、電気を賄っている。ロクビリエールの名は、ミツバチの岩を意味する、ロカベルラから派生した。ロクビリエールは566年、614年の地震、1564年と1926年の地滑り、1094年、1743年、1789年の ベシュビー川洪水といった様々な災害に遭っている。1494年6月23日に発生した大地震は、ロクビリエールとラントスクガーヌ谷を崩壊させた。ナポリ女王、ジャンヌの死後の継承戦争後、1388年9月28日、ロクビリエールはバールガーサガンの町と同様に、サボヤ系のニース活場によって、 サボイア家の総主権下に入った。その後形成されたニース伯爵領に含まれた。1691年から1696年まで、1706年から1708年まで、フランスはロクビリエールを占領している。1764年、ペスト流行が街を襲った。1796年に、フランスがニース伯爵領を併合すると、ロクビリエールは、 小郡の所在地となった。最終的にフランス領となったのは1860年である。6世紀以来、6度の河川氾濫で土砂崩れに見舞われている。町は同じ場所に何度も再建された。1926年11月24日に発生した地滑りが最後となった。住民の大半が15世紀には教会がすでにあった。 川の右岸にある高層の住宅が立ち並ぶ古い村から逃げたのである。旧村にはまだ住民が暮らしている。農村の人口流出にもかかわらず、6ビリエール人口は比較的安定して推移している。参照元、INSEE。ありがとうございます。